セントアルドウィン伯爵は、連合王国貴族の伯爵院。1915年に保守党の政治家、第9代順団尺マイケル・ヒックス・ビーチが除されたのに、始まる。尺位名は、グロスター・シャーのコルン・セント・アルドウィンに由来する。初代セント・アルドウィン伯爵、マイケル・エドワード・ヒックス・ビーチ・イングランド女王エリザベス一世の、最小初代、バーリー男爵。 ウィリアム・セシルの秘書だったマイケル・ヒックスは、グロスターシャーのビーバーストンやエセックスのラック・ホルトの土地を購入し、1604年8月6日に、イングランド王・ジェームズ一世により、ナイトに譲された。彼の息子であるウィリアム・ヒックスは、1619年7月21日に、イングランド順断尺くらいの順断尺に助せられ、ピューリタン革命前に3度にわたって、庶民院議員に選出された。 初代順断爵の死後、息子への継承が4代続いたが、4代順断爵、ロバート・ヒックスには、子供がなく、いとこにあたるジョン・バプティスト・ヒックスが5代順断爵を継承した。しかし彼にも子供はなかったため、彼の死後には、初代順断爵に遡っての分流である、ハウ・ヒックスが6代順断爵を継承した。6代順断爵の死後はその息子、 ウィリアム・ヒックスが7代順弾尺を継承したが、彼にも男子がなかった。一方、6代順弾尺の次男マイケル・ヒックスは、妻の加盟、ビーチを加えて、ヒックス・ビーチに改正し、コルンセント・アールドウィンに近いウィリアムズ・トリップ・パークで、暮らしていた。この、マイケルの孫にあたるマイケル・ヒックス・ヒックス・ビーチが7代、順弾尺の死後に8代順弾尺を継承している。 その息子である9代、順男爵マイケル・エドワード・ヒックス・ビーチは、ビクトリア朝の保守党政権で、閣僚職を歴任し、1906年1月6日に、連合王国貴族尺位グロスター州における、コルンセント・アルドウィンのセント・アルドウィン死尺に助され、ついで1915年2月22日に、連合王国貴族尺位グロスター州における、コルンセント・アルドウィンのセント・アルドウィン白尺と、 グロスター州における、ケニントンのケニントン死者に助せられた彼の息子である、ケニントン死者マイケル・ヒュー・ヒックス・ビーチは、第一次世界大戦で、エジプトで戦死したため、初代白の死後には、ケニントン死者の維持であるマイケル・ジョン・ヒックス・ビーチが、借位を継承した。2017年現在の当時はその息子である三代、白爵マイケル・ヘンリー・ヒックス・ビーチである。 言投士マイケル・ヘンリー・ヒックス・ビーチは以下の借位を保有している。ありがとうございます。